選手、今日もたくさんのマリンズファンが加藤選手の登場を待ってました、はい、まず勝利のご報告をもらってもいいですか、はい、そうですね、2試合連続いい形で勝てたんで、まあ、ここから勢いに乗って明後日も頑張りたいと思います。ありがとうございます。さあ加藤選手、本当に昨日に引き続き大活躍なんですけれども、今日は女性の日ということで、はい、あの女性ファンの方からいくつか質問をいただいてるんですね、はい、あのいつもどんな気持ちで試合に臨んでるんですかという質問があったんですけど、はい、まあ、昨日に続いて今日も大活躍、どんな気持ちで今日は試合に臨まれてましたか？まあ、今までは結果出さなきゃ出さなきゃってすごい思ってたのもあったんですけど、はい、まあ、ファームに落ちていろいろ考える期間があって、まあ、もう1打席1打席集中しようっていうのはすごい思ったんで、はい、まあ、しっかり、そのピッチャーの何ですかね、情報とかそういうのも自分で頭に入れて、あとはその日の試合のことをしっかりノートに書くようにしてやるように変わりました。あ、もうご自身の中ではっきりともう意識だったりそういったものが変わったんですか？そうですね、だいぶ変わりました、はい、なるほど。あとですね、また女性ファンの方から質問をいただいてるんですが、どうしてそんなに勝負強いんですかと質問をいただきましたが、どうですか、そのあたりは。勝負、得点圏打率とか見ると勝負弱いんですけど。でもまあこの2日間の活躍をね見ればもう素晴らしいと思うんですが、はい、どうでしたか？まあたまたまいいとこでホームランという結果になってるんで、はい、ただホームランを打つバッターじゃないんで、なんですかね、まあたまたまです、はい、たまたまですか。あのそしてですね、昨日ちょっと情報を伺ったんですけど、はい、弟さんが見に来ていらっしゃったというふうに聞いたんですけど、はいはい、あの弟さんが大号泣されていたと。そうなんですか？まあ試合に来るのも珍しいですし、はい、そうなんですね。で泣いてるところっていうのも僕には見せたことがなかったんで、ちょっともらい泣きそうになります。あ、はい、そうですか。あのなんだかちょっとスタッフからのお話によると、すごく仲が良くって、はい、一度も喧嘩したことがないというご兄弟だと聞いてるんですけど、はい、まあ、5つ離れてるっていうのもあるんですけど、そうですね、まあ、仲はいいですし、まあ、弟は大好きですね、はい、そうなんですか、はい、あのやっぱりそういうマリーンズファンの応援はもちろんですけど、はい、ご家族の応援っていうのもやっぱり力になりますか？そうですね、一番、まあ、昔から応援してくれてるんで、はいはい、大きいです。すごいなんか素敵なエピソードですよね。でですね、ちょっと加藤選手もう一つ聞きたいことがあるんですが、はい、皆さんご存知このマリーンズレディースマガジン、ご覧になった方いらっしゃいますか？ありがとうございます。こちらですね、あのスーパーレディースナイトの際にお配りしたものなんですが、この中にあの加藤選手のこういったねページ、どうですか、ご自身でご覧になりました？これおかしいんですよ、他の4人はかっこいいじゃないですか、はい、僕これ引き立て役になってる。いやいや、そんなことないですよね。いや、そんなことないです。もうイケメンとして加藤選手こちら乗っていただいたわけなんですけど、はい、撮影の裏話とかありますか？緊張されました？後ろで小木さんが茶化してくるんで、それはちょっとあの恥ずかしかったですよね、はい、きっとね。自分も茶化すと小木さん真っ赤になるんで、はい、あ、そんな風に撮影が行われていたんですか、はい、ちなみになんだかあのこの日の撮影だったりとか、こうどんな気持ちで臨まれました？その日っていうか練習終わっ、はい、試合終わってから、試合の後いきなり今日取材だからって言われて、で私服ないなって思って、え、準備されてなくってってことですか、はい、急にで一回寮に帰って、もうここは GG ファッションで行こうと思って。なるほど、はい、わざわざ寮に帰って選んで撮影に臨んだと。はい、臨みました。そうなんですね、はい、ではせっかくなんで今日女性の日ということで、はい、女性ファンの皆さんに一言いただいてもいいですか？そうですね、まあかっこよさではいろんな選手がいるんでかなわないですけど、まあ元気よく明るく、そういうプレーを見ていただけたらなと思うので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ではですね、男性の方もいっぱいいらっしゃるんで、マリーンズファンの皆さんを前にぜひ次回の試合に向けての意気込み一言お願いします。まあ、まずは1打席目の、1球目から集中していきたいと思いますので、明後日も、ファンの方の大きな声援で勝たせてもらえるように僕らも頑張るので、また明後日からもよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは本日のヒーロー加藤翔平選手でした。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、こちらのマリーンズレディースマガジンなんですが、現在はね、女性の方にのみ配布しております、